新宮川ダムは、福島県大沼郡藍住里町にある一級水系阿賀野川、水系宮川に建設されたダムである。藍住里町と川沼郡藍住番下町にまたがる4500ヘクタールに灌漑用水を供給する農業用ダムであり、農林水産省東北農政局により、宮川上流部に建設された。ダム湖は、周辺住民からの公募により、藍住里湖と命名された。 天馬部分の全面にわたり、自由越流式の洪水破棄が設けられている、ゲートレス式のダムである。福島県により管理が行われ、ダム操作は、受益者である藍津宮川土地改良区により、行われている。東ダムの受益地区である藍津宮川地区では、宮川、坂瀬川などの中小河川やため池、渓流水に灌漑用水を依存していたが、水量に乏しく、恒常的に、 用水不足となっていた。また、末端用排水路の整備が進んでおらず、補助区画の強小さもあり、生産性の向上が阻害されていた。東ダムの建設と宮川投資校と佐賀瀬投資校の新設、1960年に建設された高橋投資校の改修、幹線用水路の新設、補助整備等を実施し、4500ヘクタールに、 農業用水を供給する国営合津宮川土地改良事業が1980年度より行われた。1990年度に事業計画の変更が行われ、東ダムの建設事業が国営合津宮川土地改良事業に分離され、1993年度には投資校3カ所の整備も当事業へ移管された。1993年にダム本体工事が開始され、 2004年より運用が開始された。東ダムは東初フィルダムとして計画されていたが、両岸の地形が急峻であるため重力式、コンクリートダムが有利であると判断され形状が変更された。また、農林水産省の管轄するダムとしては、初めて RCD 工法が採用され、工期の短縮、省力化によるコスト削減が図られた。 ダムサイト周辺には希少な猛禽類が映像していたことから工事休止期間の設定や工事用車両の騒音、振動の対策も行われ、これらの取り組みから2003年度ダム工学会技術賞を受賞した。さらに RCD 工法のメリットを阻害する要因である監査牢建設のための木も匠の設置、コンクリートの現場打ちなどの煩雑な作業の解消のため、 あらかじめ上下に分割して成形された部材を用いるプレキャスト可視光が実施された。後期終盤の2000年には新宮川水力発電所の建設が追加された。これは放流落差を利用した小水力発電であり、東ダムの必要な電力を賄うほか、余剰電力を東北電力へ売電し、各投資工、溶水機場などの関連施設の運転管理費に、 当て地元負担の軽減が図られており、2013年度においては維持管理費の約14%が売電収入で賄われている。ありがとうございます。